菊川西中学校です。この教室ではイカアメンパについて講師が子どもたちに説明しています。今日は学校がイベント会場のようになりました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それぞれ技を持ったり詳しい分野がある講師が集まりました。中学校1年生の総合学習として働く喜びをテーマに24の講座が開かれました。大きなテーマの一つは自給自足について考えてみようです。綿から糸を紡ぐ講座には藤枝市で綿を育てている3人が講師として来てくれました。やはりこういった一つ一つの手作業 の楽しさを皆さんに分かっていただきたいということですね。段ボールでドーム型の基地を作りました。2種類の三角形を組み合わせて、でそれをこう組み立てて大きなドーム、3メートルぐらいのドームを作るんですけど、ちょっと今苦戦してます。自分たちで栽培したさつまいもでスイートポテトを作りました。生徒たちが自ら考えて協力して、その一つのスイートポテトを作るという目的を達成するために、もう彼ら自身でやってほしいんです。で、僕はもう一つの大きなテーマは地域や伝統工芸の未来を考えようです。井川の伝統的な弁当箱イカアメンパ作りの技を受け継いだ前田さんが伝統と文化について話しました。今世界では抹茶の方が人気が高い。今海外に持ってって抹茶をこうやってやるとみんな感動してくれます。だからその感動を皆さんも伝わってもらって、ぜひそういうのに興味を持ってもらってみんなに宣伝してもらいたい。海外で売れている抹茶の力を伝えました。子どもたちの目の色がどんどん変わっていく、これは本当に1日でこんなに変わるんだって、すごく感じています。もうみんなには無限の可能性があるんだよって、これからの人生を自分で作っていくことができるんだって。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。